ちにくい。やば。私も小声で話します。今日は今日は静かに配信をしなければなりません。名前を呼べない。場所、ケンちゃん、ぷんぷん村、クロちゃん、マーさん、イグニール、ユー、アサリン、カツ、ホワイトストーン、ヨシオ、コゾちゃん、ミア、ユー、ルミナーリエ、小雪、ダット、不意で、ごめんなさい、早急、うん、メールしなかった、ごめんなさい。今日も楽しそうだね。そう、今日は小声で話さなければなりません。あ、ブフォーケンちゃんありがとうございます。今日劇場見た、で見たって。そう、今日はまごっちの生誕祭に見学しに行きました。え、え、なんでバグってるやん。やば、かわしんま、髪の毛が変わってないよ。さっき夜公演入ったの、まこちゃんの生誕祭見たすぎて。そう、本当は出たかったの、でも出れなかったから。よいしょ、ちょっとここは漏れませんね、光がないな。今から犬の散歩、サクター気をつけてね。しま、しましまいるよ、しましま、ダブルしま。お、元気だな。あ、ウェイウェイさん今日いたね、見えた。劇場の外から何人か見えた方いたな今日。そう、もらう。いやでもちょっとでも漏れたいじゃないですか。みやくん、ブフォー、ありがとうございます。そう、今日の青春ガールズ公演の、え、待って、私テロップ出したのになんか出てないじゃん。なんで、しましま。え、あ、テロップ出てんじゃん。あれ、私が下になってた。あ、桃田新さん50カウントありがとうございます。今日黒い服だよ今日。こんばん、あ、出てた、ありがとう。けんちゃん、うお、ありがとうございます。あ、よかったよかった。そう、今日のね、青春ガールズ公演は9期生がいっぱい出てる公演を見たのは久しぶりだ、久しぶり、初めてで、なんかこうやこういう風に今見えてるんだっていう感じも分かったし、なんかいろいろ勉強になったな。ぷんぽん村さん、花束、みやくん、だるま、ことちゃん、ハート、ありがとうございます。今日は可愛かった。嘘やん、なんかこうやってやってたかと言った。どんな感想、え、なんかね、あ、まあ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 、え、なんか言うてさ、え、でもね、私なんて言うんだっけ、あ、時計ないので30分経ったら教えてください、ごめんなさい。何、そう、今日の感想なんだけどね、一人一人の存在感がすごかった。9期生、私が何言ってんのって感じだけど、うん、そう、今日ね、まこちゃんの生誕祭行きたいと思って言ってね、まこちゃんに生誕祭行くことを内緒で言ったの。だからね、裏でずっと待ってた、廊下で。バレちゃうから。
そしたらみんなでスクレーター何人かこうやってやってた。最後シンデレラ終わりかな。ミヤク音符こそちゃんだるま、ありがとうございます。振り向いたらサイヤって好きって嘘やんそれ。え、喜んでた。そう、なんや、そう、今日ね、初めてなんやのね、なんやなんやなんやって一緒に言えた。言えたって言ってもちっちゃい声で、そう、口パクで言ってたけど、廊下に立たされたの。違う、私が自分的に待ってた廊下に立って、で、野々垣さん今日も美しかった、禁じられた二人やばかった、まこちゃんとの、うん、まださやの声見に来てないから早く来た、来てください。50カウントしたよ、ありがとうございます。カイリーにめっちゃレッスンくれてると思ったら残念でいた。おつまこに夢中でキサイカちゃんに気づかなかった。いいの、そういう時は私を見ないでください。え、勉強になった。そう、私も禁じられた二人やってみたいんだよな。むすみっちハートありがとうございます。今日いました。そう、なんか言おうとしたんだよな、なんだっけ。あ、タイガーマスクさん、バラありがとうございます。そう、なんて言おうとしたんだっけな。そう、とりあえずまこちゃんの生誕祭感動しました。まこちゃんのそのお姉さんとお母さんからの手紙、めっちゃ感動した。普通に目潤った。サクタンお気をつけていってらっしゃい。ことちゃん、ブホーありがとうございます。え、で、あ、そう、言いたかったこと、あのね、なんで私は見学してるのかなって思った。ちゃんと呼ばれるようになりたいなって思った。出れてないのが悔しかったです。普通に今日初めて見に来たけど、まだ間に合いますか。まだ間に合います。雰囲気やっぱり柴田愛ちゃん似てる。似てないよ、分からんよ。そう、まこちゃんと重なる部分もあったしね。おつまこ会えたよ今日、嬉しかった。そう、悔しい気持ちは忘れちゃダメだよ、忘れません。そう、だからね、今日の白木さんポジションはみっちゃんだったのね。そう、そのみっちゃんはなんていうの、ダンスがすごく上手くて、見てるこっち側がすごい見えるくらいすごい綺麗なのね。で、だから余計にそれも見て悔しいなとも思った。え、だってそのポジションが似合ってたからさ、自分もそういう風になんか思われる人になりたいし、絶対呼ばれるようにもなりたいなって思った。熱い気持ちを秘めてるからね。でもね、またみっちゃんのその白木さんポジのパフォーマンスもまた勉強にもなった。同期でもやっぱりダンスが上手いし綺麗だから、表情とかもなんかフリーで踊る部分もあるじゃないですか。それも他の子たちの公演でのその表情パフォーマンスを見れたのも結構初めてだったんで嬉しかった。今日見学に行って本当に良かったです。そう、悔しかったな、楽しかったし悲しかったし、いろんな感情が出たな。今日の公演は勉強になりました。また自分の頑張らなきゃいけないなっていう気持ちも高まったし、白木さんポジの楽しさを受け継いで、え、もう楽しいっていう感情は最初からありますよ。本当に白木さんポジション本当にいいと思うんですよ。
センターの部分はセンターだし、裏センターみたいな感じですよね。焦らなくていいよ。焦っても、ね、いいパフォーマンスはできないからね。頑張ります。無駄な時間なんかないから。そうだね。今日も配信が終わったら練習します。悲しいよ。頑張る。こんばんは。えいさくさん、こんばんは。僕はサイダーかいで公演しか投げません。本当ですか？ディズニーさん。ごめんね、始まったら気づかなかった。ごめんなさい、メールしなかったんですよ今日。新たな発見、新たな発見たくさんありました。 MC でも、なんか今日見てて9期生の一人一人絶対一つはいいところがあって見つけられたんですよ私。まあ、全部は言えないけど、でも普通に MC でかやにゃんがたくさん話せててすごいなと思った。自分から入りに行けてたし羨ましいって。私も話に入れないからな、思っててもパフォーマンスダンススキル、そうだよな、そうだね。頑張りますよ。動くよ。50カード完了ありがとうございます。長崎の星、本当だよ、よかい方だよ本当に。慣れそうだね。でも公演で出てくださいって言ったら絶対出ますって言うわ私。で本当に公演、今の青春があるところあれですよね、出たら出た分だけ上手くなれる気がする。場数だよね本当に。大くんハートありがとうございます。頑張ります。愛知の神さん、ブフォーありがとうございます。さあ、神奈川県の国、嘘やん。嬉しいね、経験大事って言うよな。頑張る。次の青春ガールズ公演も出させてもらえるように日々研究。でもね、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないって今忙しい時期じゃないですか。一番研究生としてたくさん覚えなきゃいけなくて、だからふとした時に何を優先とか分かんなくなる。自分がいっぱいいっぱいになってちょっと投げ出したくなる時もあるけど、出る。そう、いい話してても不法で笑ってしまう。そう、不法でちょっと笑っちゃうよな。スズランさんのブログ読みます。どのブログだ？自分のペースで。そうだね、なんか年齢も年齢だからいろいろ考えてしまう。前向きに。そうやな、何かに書くって人の長所を見つけられるのも才能、すごい。そう、サーヤの生誕祭の日に上がってた。でも今見れなさそう。でも一応見てみる、劇場で見たい、見に来てくださいぜひ。でもね、年関係ないって言うけど実際関係ある部分あるから、本当に悲しくなる。でも入った年とか絶対関係あるもん、私はそう感じてます。入る時が本当に遅かった。まあこういうマイナスの話はもうしません、ごめんなさい。でも今日の生誕祭は行ってよかった、勉強になりました。出演予定決まってるの？内緒です。でもね、遅いからね。水曜日のツアー楽しみにしてる。そう言ってくださる方がいると本当に頑張らなきゃとまた思えるから嬉しいです。そう、ね、この間私泣いた配信あったじゃないですか。その時に何だっけ、頑張ってって言葉が
プレッシャーになるって言ったんですけど、プレッシャーになるけど言わないでくださいとは言ってないんで、でも嬉しいお言葉です。ごめんなさい、あの時は。ハタゴンさん、確かに私も働いてたけどな。ブホー、ありがとうございます。あ、ちょうど15分だ。あいつかみさん、かわいい、ありがとうございます。言わないようにしてた。そうだよね、絶対そうだろうなと思ってて、いつも腰痛してショールームで言えてなかった、ごめんなさい。願いさん、見るね。今日の夕飯まだ食べてないの。お腹空きすぎてやばい。お腹空いたよ。もう頑張ってるもんな。そうだね。とりあえず今は神奈川に帰りたいかな。友達に会いたくて仕方がない。愛知に住んでる人だったらいいんだけどな。前から人に頑張れて言わないで。なんで泣いてんの。泣いてないよ今日。あ、でも公演は感動した。そうだね、練習は嘘つかないな、その言葉通り。今日の夕食はインドカレー。でもインドカレー食べたいけど、この時間から食べるとちょっとアウトだから。こんばんは、こんばんは、ひでのりさん、ネオッチお久しぶり、ラゴッチハートたくさんありがとうございます。また大丈夫、見守るから。ありがとうございます。今日は小声配信なの。聞こえてるか。カロリーは0時でリセットされるよ。それならいいけどな。声で泣いたのでしません。小声だから今日ショーもいない。ああ。カレー見るたびに再活を思い出すわ。それいいことやな、いいこと。そう、ハッピーもいない。友達ね、友達もたまにショールーム見てくれてるらしい。嬉しいけど恥ずかしいね。尊い、ありがとうございます。まあ何かあったらメールできる。そうですね、また見てください。メール、いや、メールね、本当に私の中で本当に助けだなと思う。皆さんからの返信も楽しみにしてるし、カレーイコールサーヤ、嬉しい、一番嬉しい。え、結構ん、そう、恥ずかしいよ。でも横浜の握手会がもしあったら友達来てくれるって言ってる、多分。髪伸びた、伸びたの、めっちゃ伸びた、切りたい。え、めっちゃ伸びたよな。ブフォー合言葉、本当ですね。さやの夢と癒さ、ん、落ち着く、嬉しいお言葉。あ、じゃあ今日癒された、間違えた、落ち着いた。でもドキッとしたでしょ、絶対違う意味で。私は後ろからすぐ気づきました。なんかね、今日の声見て、なんかアンコールぐらいまで私って気づかれなかったのかな、誰誰みたいな、ちょっと見えた。そんな見なくていいよって思ったけど。パシフィコ横浜行きたいです。ん、そう、握手はそこが一番いいな。この服好き、ジューティーさん、
お気に入り、さあやから、さあ、さあやから、うん、あ、そうだよ、次握手会来てくださる方、もし話す話題がなかったらあっち向いてほうかじゃんけんか愛してるゲームをするので、ぜひ来てください。来てください、待ってます。研究室、そう、髪型変えらんないな。でもね、昔これよりもうちょい長い髪型のね写真を見たら、やっぱそう、長い方が私いいなと思った。でもね、山本さやかさんの短い髪型を見たらね、切りたくなった。でも髪色が明るいから似合うんだよな、ショートは。話す話題には多分困りません。よかったですね、せっかく来てくださったのに、って落ちたら寂しいもんね。あっち見て、ブッホー。あっち見て、ブッホーっていうの、それもまた面白いな。そう、ニヤニヤしに来てください、一緒に。あ、まあ話題がなくてもやりましょうよ。あっち見て、ホイト、愛してるゲーム、愛してるゲームやりたいな。やったことない、そんな真剣にやってみたい、普通に。そのお遊びとかじゃなくて、え、結構そう真剣な愛してるよゲーム。ルコークさん、クマ、ありがとうございます。見つめ合うだけ、9期のドキュメント、あれ見たかった、見たいな。さや愛してる、危ない。ブホゲーム、ブホゲームは知りません。面白い、今度しようね、しましょう、しましょうね。今すごいよね、ブホ定着しとるわ。そう、ゲーム、ゲームじゃなくて本気になり、え、本気でいいんですよ。まさきさん、ブホ、ありがとうございます。何言われた、真顔、真顔、確かに真顔そう。悲しいんだけど。もはやゲームじゃない、もう確かに。面白い、今何ブフォー、お腹すいたブフォー、普通にお腹すいた。ケンちゃん、あ、言ったわ。オタクがみんなショーンかぶってきたらどうしますか。え、一人一人ポンポンする、頭。そう、この間ショーン会いに行った時、ショーンにサヤポーズさせたんですよ。あ、その写真送ってないね。でもその時の私の写真がさ、なんか幸せすぎて、すんごい笑顔で目がなかったから、ちょっとやめた、送らない。なごとの裏、え、何、何の時だ。そう、なんかさ、ショーンじゃなくてチョーンってやって、そう、それさ、この間爆笑してた時、ほんとそれ見てまた爆笑しちゃった。面白かったな。多分ニヤニヤしてた、一番最初に会った時だけじゃない。嘘、え、もうそんな嬉しくないの。え、寂しい、いつもの反面、え、最悪。そう、本当に爆笑したな、あの生誕祭の時のあれだ。今夜みんなでご飯、多分行かないかな、太っちゃうこの時間帯。あ、チョコドのやり直し、あ、そこ取られてたんだ、知らんかった。あと何分、あと5分。ありがとうございます、ヒーローさん。ニヤニヤさや、かっこつけ。爽やか、あと5分。まこちゃん、まこちゃん、会えるかな、ブホ内島。はぁ、疾風陣内さん、名前かっこよ。こんばんは、グラスハート、ありがとうございます。あ、待って、私時計してるじゃん。
え？合ってるよね。ランキング見ます。皆さん生のお昼が今です。え、今何時ですか？え、待って、今何時？え？56分。今？うん。あ、時計ずれた。誰かずらしたでしょ。使いを。オッケー。え、充電は切れてない。ちゃんと針動いてる。ありがとうございました。もう時計師さん忘れてたわ。え、絶対誰かずらした。え、ぬいぐるみ？待って、ぬいぐるみどこにいるの？え？そう、皆さんのせ、え、待って、ぬ、そのぬいぐるみ何？え？ないよね、ぬいぐるみ。え、普通にね、この時計ではね、45分だった。いや、普通におかしいね。確かにさっき15分経過って書いてあったのに。カズリンさん、花束ありがとうございます。後ろになんかいません。めっちゃそう遅れてた。見える範囲。惜しいって。危ない危ない危ない。ツインテールやるとこだった。あ、でももしツインテールするなら私巻き髪のこっち下下ろしのツインテールじゃなきゃできない。生誕祭本当に感動して、これからも応援していくね。嬉しいね。そう、自分の生誕祭があって、さらに頑張ろうと思ったし、アイドルになってよかったって改めて思った日でした。ん？高めはちょっと無理やな。高めちょっと自分でね、やばかった。え、ハーフツインってこと？え、どういうこと？これでいい？これももたん。あいちゅうかみさん、ブホーありがとうございます。あ、そう、一瞬自分で見てみた。耳より上？そう。あ、じゃあしんどいわ、残念。あと1分早っ。あ、ランキングします。スクショはさせません。1位、愛知の神さん、間違えた、呼び捨てだ。1位、愛知の神。2位、ポンポン村。3位、ルコク。4位、ケンちゃん。5位、ミヤ。6位、むつみ。7位、なれそう。8位、まさき、わかんない。9位、ことちゃん。10位、リバタウン。11位、大輝。12位、芭蕉。13位、こうすけ丸。14位、達也。15位、鈴弘。16位、七七。17位、あさみ。18位、S。19位、きみちゃん。20位、イグニールさん。イグニール、よっしゃ、20位まで見ました。ありがとうございます。え、チコちゃん呼びだ、嬉しい。え、なんて読むの？みやび、なんて読むの？あ、合ってた？みやび、みやび、覚えた。シンデレラじゃない。久しぶりにコメントたくさんした。確かに見えた。あ、川島終わってた。急に静か。え、あとちょっと。ピコちゃん誰？チコちゃんね。チコちゃん。じわじわ来るわ。あ、スクショだ、忘れてた。じわじわ来てるな、皆さん。今日も皆さんのことが大好きです。ありがとうございました。おやすみなさい。そう、これいつも言ってる。4月1日からずっと言ってる。すごい。そう、4月1日かな？そう。
皆さんもお気をつけて帰ってください。明日もやります、見ます。じゃあ見てくださいおやすみなさい。雨キラキラ、バイバイ。顔しながら何書いてる。嬉しいリンゴ嬉しいリンゴ、おやすみなさい。ちょっともう一回少ししよう、うん、バイバーイ。